これから講演していただく田中先生をご紹介したいと思います。お願いします。もうすでに私の方からご紹介するまでもなくですね、本当に有名な田中欽一先生でございます。造形が深い方でございますから、何なりとまた質問等していただいて、いろいろ今まで疑問に思ったようなことを解明して今日はお帰りいただきたいと思います。では田中先生、よろしくお願いします。貴重な時間をいただきました。早速始めます。今日 の山口さんが今もおっしゃってたんですが、今日は、月三昧だと、こういうね、なるほど、いいこと言うなと思ってますし、三昧というのはそのことに打ち込むことを言うんですね。本に一生懸命になれば読書三昧、仕事に一生懸命になると仕事三昧というふうに言うんですね。で、たくさんその三昧の境地っていうのはあるんですが、最も素晴らしいその三昧の境地は王三昧というんですね。王様の王という意味で王三昧で、王三昧というのは何かというと座禅の境地なんだそうです。座禅にしっかり打ち込んでいる様子のことを王三昧と、こういうんだそうです。今の月三昧のことからちょっとそんなことを思い出しました。それから今そちら棚田の方を回って、その川を渡るときに、どなただかがその水の音がね、大変いいと言って、その痛く関心というか言っておられる、どなたでしたかね。なんか青い島の、ね、その方がね、水の音はいいなってしみじみ歩きながら言っておりましたがね、これも余計な話ですが、お月様と関係ないんですが、世界中でね、いろんな音、何の音が一番いいかな、そういうアンケートをした場合にね、一番いいというか多い答えは水の音っていう答えだそうです。これは洋の東西を問わない、日本だけじゃなくて外国でもそうです。なるほどだと。で、風の音も、それからいろんな音があるわけですが、やっぱり自然の音がいいっていうことなんですね。で、例えばせせらぎだとか、小川の水はサラサラとっていうような、そういう音から日本の文化伝統のようなものを感じるわけであります。それも余計な、今日予定してなかった話ですが、それから、日本の文化伝統の中にはもうたくさんありますけれども、その中で、花と月っていう申し上げますとね、花って言いますと、もう日本では断らなくて花っていうと、これはもう、無条件というかでね、桜の花を言うんです。菊やコスモスじゃないんです。断らなくても花といえば桜なんです。例えば世の中は三日見る間の桜かななんていう、その桜、花も桜を意味しますし、それから花と散るっていうような言い方がありますね。花と散るってことは、花のように散るっていうのは死ぬってことですね。例えば戦争中などは、南海、南の空ですね、南海の大空に散る、とこう言えば、若い人はどうか知りませんが、年配の方ならもうすぐ南海の大空に散るってことはどういうことなのかってことが分かりますね。特攻隊の姿などを思い起こすわけです。それで散るってことは死ぬっていう意味なんですね。花と散るってのは桜の花のように惜しまれつつ死ぬって、こういう意味なんですね。そのように花という言葉は断らなくても桜、そのようにですね、月といえば、断らなくて月といえば、これは秋の月を言うんであります。これはもう断る必要ない、なんとかで秋の月なんて言う必要ない、言うともうくどい、あるいは日本の文化っていうか、そういうものを知らないっていうことの証拠にもなっちゃう。その秋の月なんですが、その秋の月の中でも最もいい月が今夜のこの月でありまして、今日だということになるんですね。昨日ラジオを聞いてましたら、
この長野県でね、この10年間、今日の中秋の日にですね、お月様らしいお月様が見えたのは2度しかなかったそうです。そうすると今日はなかなか得難い一日だなというふうに思いますね。それから仮に今日がね、嵐になろうが雨が降ろうが月が見えなかろうが、それは今日の主催者の責任じゃないんですが、ね、和田さんのおかげでこんなになっちゃったので誰も思わないんですけれども、そこは妙なもので、主催者は天気が悪かったり月が出ないと、なんか主催者が悪いことしたようなね、申し訳ないような気がしてくるんですね。そういう一つの習慣も日本にはあります。それから今日のよりいい月になったのもね、別に和田さんはじめ主催者の手柄ではないんですが、自然現象なんですけれども、なんかやっぱり自分たちがいいことしたような気になっちゃうんですね。そういう世界っていうかね、にあるんですよ。これ面白いものですね。今日はいい月で、のようで、山内さん、本当じっと私と電話でやり取りしながら気にしていたんですが、山内さん、良かったですね。ね、本当に良かった。皆さんのおかげですね。それよくそう言うけどね、これ誰も信じない。自分のおかげだと思ってる。何ですか、リック、内倉さん、はい、内倉さん、リックは何も来てない、うん、先生、ああ、先生、取りつくお前が私悪いんです。そうだ、リュックさん、全部悪い。先生、預けたんだ。そうなんですよ、お願いしますって、預けた方が悪いんですよ。自然崇拝などと書きましたが、日本は本当に自然崇拝の国なんでありますね。日本人の名字、お名前ですね、は非常に自然だとか農業と関わりが深いですね。自分の名前を、名字を見るとほとんどそうでしょう。今の例えば和田さんにしても田ですね、それから山口さんにしても山ですね。そのように自然景観に関わる名前が圧倒的に多いんです。圧倒的に多いんですね。これは不思議なくらいそうなんですね。で、中には動物に関わるのもある。お肉は虎之助なんですけど、言うそう、本当にいるんですね。で、そんな例外っていうようなこともあるけれども、もう全くね、自然のものを取って苗字にしてるんですね。苗字じゃなくて苗字というんですね。そういう中でこのお天道様と書いてお天道と言いますね。お天道様っていう、であれはお月様っていう、あれはお星様とこういうで、丁寧にですね、様をつけ、さらに王をつけて、接頭語の王をつけですね、設備後の様をつけて呼ぶという、そういう風習が日本にある。お天道様、お月様、お星様という、上にも下にも多い、そういう国は世界に例がない。いかに日本がそういう自然と深い関わりを持ったかという、そういうことでありますね。お天道様が空から見てるぞとかね、そういう言い方もするんですね。だから悪いことはできないっていうのはね、そういう言い方があるくらい、なんですが、そこで2番にある天ってこういう意味ですが、天。天とは何かっていう、これどう言ったらいいんでしょうかね。天に近いものに空ってものなんですね、空。天と空と同じって言えば同じなんだが、どこが違うね。どこが違うんでしょうか。天と空の違い。天は石。え？天は意志を。意志？志。志、志。なるほどね。空にはないと。どこから空だってことも分かりませんし、どこからが天だかってことも分かりませんが、今の方の
天には一つの意志というものがあってね、私思うのにその通りでありますが、天というのはこの破格というか格を破るというかね、破格のこの霊格、霊格、あの人が人格という格で格ですね、格があると思うんですね。空には格がない、そこに重いものがない。天っていうとそこにね、もうあらゆるものの上にある存在という一つの格がありますね。霊格があります。神様の上にあるさらに神っていうかね、そういう存在かと思います。天国なんて言い方もありますし、例えば西郷隆盛が好きな言葉っていうか、いつも言ってる言葉に敬天愛人っていう言葉もありますね。敬は敬う、天を敬い人を愛する、敬天愛人。その場合の天っていうのは一体やっぱり空じゃないと思うね。空では満足できない、天だからこそっていうね、そういうそのこう一つの霊格、そういう存在ではないのかなっていうふうに思います。月にしましても、あれはお天道様でそうですが、太陽の場合には月待ちっていう言い方もあるんですね。月を、日待ち、お日待ちっていう、どこにもありますね、民族行事としてお日待ち、それから月待ちとありますが、昔はお日待ちの時なんかは精進潔斎をしてですね、清水に入って体を清めてというふうに、そして月の出を待つ。丁寧な人は地上に座って大地に平伏してこれを迎える、そういう存在でもあったと。でも空っていうとそういうふうになれないんですね。そこに天っていうものの、強い意志があると言ってもいいでしょうね、志があるだろうというふうに思います。後でも申し上げますが、月にはたくさんの名前があります。星にもたくさんの名前があります。それ3番に参りますけれども、この文化伝統として先ほど言った断らなくても花といえばもう桜、菊屋ではないんだと、そういうのは一つの文化としての位置づけがあるわけでありまして、文化伝統なんですが、このそこに月節花と書きましたが、本当は雪月花っていうのは普通なんですね。雪月花ってこういうこの雪と月と花ってものを日本では一つのやっぱり特別なものとして大事にしているっていう文化伝統があります。で、例えば月見と言いますね、丁寧に言ってお月見とこういう、雪見と言いますね、花見と言いますね。で、その雪見や花見や月見も本当に昔の人がやったような気持ちで今やるってことはほとんどなくなってるんですね。日本ではそういう文化伝統を失ってるっていうのが実情であります。本当に自然に、なんていうかな、心からその一歩譲るっていうのは簡単な意味じゃなくて、深く国家の自然に対して敬意を払う、そういう意味があるわけです。そういう意味で今日本当にその月見っていうようなことがね、願ってもない場所で、願ってもないというのはこのバステという場所でできるってことは本当に素晴らしいことだと思いますし、いい催しを企画されたというふうに思います。私も声はもう本当に何回も来るんですが、昔は、昔って言っても今から50年60年くらい前のことを思うと、今日のような時来るとそこにある月見堂というか建物ありますね、あそこでは大体横笛を吹いたり尺八を吹いたり一杯やりながらね、そういう人たちがおりました。今日来てもそうしていませんね。やっぱり世の中変わったことの一つだと思いますね。昔は必ずおりました。笛を吹いてそういう楽しみっていうね、そういう風習、そういうゆとりというか、なんていうかな、生活にそういう文学性を持つというかね、
情緒的な叙情の世界に浸りたいっていう気持ちが、あの昔の人たちの方が今の人たちよりも何倍も忙しかったんだけれども、そういうものをちゃんと見失わないような努力っていうかね、習慣があったんだと思います。そういうあの生き方を日本は失ってしまった、戦後失ったものがいっぱいありますが、例えばまあ水ってものを日本はダメにしてしまいましたね。例えば川などは全て下水道になっちゃった。どこの川だって水浴びできる川なんか日本に一つもない。カッパも千曲川にはいっぱいいたんですけれども、あちこちにねたくさん、ね、ここがカッパっていうブチとかそういうとこたくさんあったけど、今、そんなことは全くの昔の話であって、それを信じる者はいない、伝説としても信じない、そういう世界になってしまった。本当に日本の川は全てドブ川になっちゃった。どこの水でも日本の水は飲めた。田んぼの水でも草取りやってて、稲の田の中で草取りやってても喉が渇けばその水を飲めた。肥料っていうかね、そういうものはなかったから、堆肥の肥料くらいなんかどうってことない、きれいなんですね。そういうものは今日本から全てなくなりましたが、まあ、そんなことを書いてると気にもないんですけれども、そういう月をですね、このオバステまではるばる見に来たっていう人が昔は大勢いたわけです。今では本当考えられない。その一人二人を挙げてみますね。その一人がそこで書きました、菅江真澄という人です。菅江真澄、これはあの日本民族学の生みの親、育ての親と言ってるくらいの人ですけれども、この三河、今で言えば愛知県、そこの豊橋の人です。豊橋っていうのは新しい名前でありまして、昔は吉田と言ったんですね。東海道の一つの宿場でありますが、吉田宿、そこの方だそうですけれども、彼は19歳の時にですね、一人でその吉田からここへお月様を見に来てます。まあ今はとてもねそんなことできないと思います。しかも19なんていう若い青年がね、わらじを履いてスタスタとここへ見に来たっていう、どこで見る月だってそう変わらないわけですが、そこまで来るっていうそこが違うことなんです。そして今日も途中お話ししたりしてきましたが、沿道でその見たりするっていうことが実はあの素晴らしいことでありまして、例えば世界中を放浪したっていうよく話ありますが、世界中自転車で回って歩いたとか歩いて歩いたとかいろいろそういう人いますが、そういう人は下手な大学出るよりその方が価値があるなんてよく言いますけれども、本当にそうだと思いますね。大学行ってブラブラしてるよりも、ね、地球4年間で歩いて回る方がよっぽど偉い、素晴らしい勉強だと私は思っております。その菅井真澄は後にですね、何歳の時か忘れてしまいましたが、また吉田宿を出発して信州へ来ます。そして稲からただスーッと歩くんじゃなくて、稲にも何ヶ月も逗留し、それから塩尻の今の瀬場というところへ来ると、釜井庵というようなところへ半年くらいいたんじゃないかな。そしてあちこち見学したりします。そして越後へ来ます、出羽へ行きます、秋田へ行きます、青森へ行きます、海を渡って津軽を渡って北海道へ渡ります、アイヌと暮らします、長い間暮らします。そしてまた帰ってきて秋田で生涯を送る、若い時に豊橋に出て一度も帰らない。で今では、まあ、秋田県では大変な秋田県の大先達として仰がれ続けているような方ですね。素晴らしい人です。で今で言えば秋田県史編纂委員長みたいな仕事を最後はしている。お墓もそこにあります。歌人であり国文学者であり、まあ、大変本当に立派な人でありますが、その人の旅のそもそもの出発点がこのオバステにあった。それは何しに来たのかというと、今月今夜のこの月を見に来ているわけであります。
そのような人は例を挙げる他にもいくらでもあるんですけれども、今日その挙げたいのは芭蕉でありますね。芭蕉も今日この月を見たいと、こういうことで来たわけです。奥の細道へ出かける前の年です。そのことはまた後でゆっくりお話をしたいと思いますので、芭蕉は省略、ここでは省略しますね。なおそれから、江戸時代の後期に、これは本当に世界的な大仕事をやった人ですけれども、千葉県出身、今で言えば千葉ね、千葉県出身の人で、測量をやった人で、伊能忠敬って人がいますね、伊能忠敬なので、この人はね、本当に偉い人だ。こう、名主の家、養子に入ってね、酒屋であれ、その商売も熱心で、財を成したりしたこともあるけれども、もう若い時から、暦とか天文とか測量の勉強をいろんな人についてやります。そして、家督を譲る時期が来たら、全国を測量したいっていう、その一心に駆られて、若い時から過ごす人ですね。そして、45歳で隠居したいって言って申し出るけれども、許されなくて、49歳の時にそうなって、そして55歳の時に、若い人を5人連れて東北北海道まで測量に出ます。180日その時かけるんですが、そういう時のお金は全部自分持ち、一緒に行った人たちのお金、もちろん、まあ、今のお金でその時のお金ざっと2400万くらいだろうと言われておりますが、そういうふうなことをして、日本中をですね踏破した人で、その伊能忠敬の業績というものは、もう年ごとにその成果が高まるばかりでありますし、その測量の正確さ、正確というのは正しい正確もそうですが、精神の性の詳しさにおいても極めて正確。でその伊能忠敬がね、見ますと3回信州入ってるんですね。で全部で10回日本中を回ってますが、10回たって3000何百日ですよ、まあ、東海20日じゃない、3000何百日って出て回って歩いてるんですが、そして多い時は19年連れていろんな道具を持って測量するわけですが、約歩数に換算すれば4000万歩歩いたことになるんだそうです。4000万歩って言ってもどのくらいか分かりませんが、まあそういう種類、本当に何万何千キロっていうふうに歩いた人がいます。測量のしてくる時は1日に約 3里、12キロだったそうですが、この方が第8回目の測量の時にはですね、このオバステが来てるんです。出発は飛騨の高山ですが、飛騨の高山から野麦峠を越えて木曽へ入り、木曽から中山道を北上して、瀬場宿から善光寺街道を通って、松本駅、それから志賀村駅、それから御三重駅、そして、その猿ヶ丹波を越えて、このオバステへ来る。オバステは稲荷山まで行って、または八幡へ帰ってここへ来ます。でそこにある馬石、大きい石がありますね。あの石なんかも測量してます。高さ約10軒よと書いてあります。幅8軒よっていうふうに書いてありますが、ああいったようなものを測量したりですね。そしてお忘れに関わる古い歌、古歌、ね、古い歌がたくさんありますけども、そういったようなものを、この井上中継はまた測量日記をですね、事細かにも詳細に書き続けているわけです。で終わってからさらにそれをその清書したんだそうでありますが、その清書した日記が、測量日記が28冊ありまして、それが今国の重要文化財になっております。そんなことまでした人ですが、世の中はもう信用できないね、そういう素晴らしいものがみんな失われたり、あっち行ったりこっち行ったりしてわけわからなくなった時代があるんですね。そしてこともあろうに外国にも流れちゃった。で昭和12年の時に、例えば新米で言えば大見出しでデカデカと出ましたが、アメリカで
その井上伊能中継の測量した地図が大図、小図、中図、小図と3種類あるんですけれども、その大きい地図、もう広げらね、広い大会いっぱいになるような地図ですよ。日本中やったそれがね、アメリカで206枚も発見されたんです。どうやってアメリカに流れたかってことは今もってわからないと言われてますが、アメリカの国会議事堂の図書館にある。それを日本でまた借り出してきて、それを復元したりして今全国がわかるわけですけども、ね、まあとにかくこのここへ来てもですね、この事細かにこの辺のことを測量して回っているのは井能忠敬です。そんな人がここにおられる。で今挙げたのは菅井真澄と松尾芭蕉と井能中継だけにしますが、あと数えきれない昭和の現代に至っても高浜虚子だの井上靖だの吉川英治だの、そういう人の名前を挙げればもうキリもなし、ゾロゾロとあるくらい声を大勢の人が来ているわけです。何しに来たのか、まあいるならばそんなにね大した伽藍じゃないって言えば叱られるかもしれませんが、こんな大きなお寺でもないしね、まあまあ言えばこのくらいのお寺は日本中どこにもある。しかしここに惹かれるものがある。それは何なのかというようなふうに考えますと、オバステっていうのはやっぱりただならぬ場所であるということがよくわかるかと思います。月の名称を考えますと、そういう歌があるのがご存知でしょうかね。月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月っていうね、月っていう一つの短歌の中にね、短歌ですよ、8回出てくるんですね。でその月は今日 月日の月の月とお月様の月と両方出てくるんですね。月々にっていうのは毎月毎月ってことでしょ。あいい月だなっていう、そういう月は多いんだけれども、本当に今日こそいい月だなって見えるお月様は今月のこの月だっていう、そういう歌ですね。まず今日はその月が雨山を兄弟さんと言いますね、鏡の台、そんなわけですが、この月にかかる名歌とか名句っていうのものは本当にもう数えきれない。またこの月がなければ俳句はできないくらいに、そのくらい大事な要素であります。まあ、こういうこともね、月にこれほどの名前があるっていうのは日本は世界でなんていうのかな、飛び抜けた存在っていうのは他に例がないそうです。例えば細いこんな月のことを眉だのようだから眉月だとか、鎌のようになってるから鎌月だとか三日月だとかいう言葉が始まって、東海にあった十三夜だ十五夜だ十六日のことをいざよいとか十七十八十九十、みんなそれぞれに立ち待ちとか今地月とか今地月とか伏間地月とかね、いろんな名前があります。その他に各月々にみんな名前がありますね。1月のことを正月とも言う、あるいは六月とも言う、2月のことを如月とか3月は弥生とか5月は五月とか、そういう名前がありますね。そういうようなこと、あるいはおぼろ月だとか月明かりの道だとか新月だとか後の月だとか上限だ下限だ 月影のワルツだ星影のワルツだとかね、いうようなことにまで及ぶと、本当に花鳥風月の世界で月を無視して考えることはもうできない。日本文化を語れない。それほど月ってものは大事な要素でありますが、どうしてどうなってるか知りませんが、昭和平成という現代は昔ほどそういうものを、そういう精神というか心がけみたいなものを大事にしなくなっているんですね。なんかそこにただしなくなったっていうだけでなくて、大事なものを日本は失っていないのかと、こういうふうにも言われるわけですね。そしてこの正岡子規もここを来ましたが、芭蕉は名古屋の方からこちらへ来て江戸へ帰ったわけですが、子規っていう人は逆に東京を出発して、逆コースで
この歩いたんですね。その歩いたのは何で歩いたのかっていうと、芭蕉が歩いた道を慕って歩いたわけです。あれは奥の細道と言うけれども、芭蕉は一つの目的を持って歩いている。それは一つは何かというと、西行、昔のね、西行大先生が歩かれた道を歩いてみたいっていう志があるからです。四季にこういう俳句があります。その人の足跡踏めば風香るという俳句です。そこへ書いてみたかな、はい、ありますね。その人の、その人っていうのは自分の尊敬する、目指す立派な方っていうかね、憧れの人っていうか、そういう人のことを言ってるわけです。その人の足跡を踏めば風が変わる。そういう思いを持って、四季はここへ来てる。芭蕉の後を訪ねてる。今でも、こちら奥の細道っていうようなところを日本人で歩いてる人は大勢います。本当に大勢いるわけですね。奥の細道を全行程歩いたなんていうのは決して珍しくない。大変だけれども珍しくない。それほど大勢の人が歩いてます。まあ、ちょいちょい、いい話だと思うので紹介するんですけれども、私もっていうか私たちも、深川の芭蕉庵から、江戸のね芭蕉庵から歩いて全行程歩いたことありますが、その時に那須、栃木県ですね、あの辺で一人の男の中年というより初老と言っていいのかな、まあ、60代くらいな人が一人で歩いているのを私は見て、なんかこのその後ろ姿っていうかに意味ありそうな、そういう感じが受けたんですね。でその人は片手に地図など持ちながら分かれ道行くと立ち止まって、さてどっち行ったらいいかって言ってね、奥の隅道を歩かないといけないので、あるいは人に聞いたり、そういう姿がちらちら見えてたわけです。で、奥の隅道をたどって歩いてるんだなってことはもうすぐ分かったんですけれども、後でちょっと休んでる時にその人と、まあ、話をする機会を、まあ、私作ったっていうかね、それで聞いてみたらこうだったんですよ。いや、まあそう言われればって言っているんですが、実は私は新潟県の出身だと、越後だと。でうちの前を奥の細道、ね、芭蕉が通った道があると。で昔からそういうことを聞かされていたと。まあそれは関係ないんだけれども、実は最近ね、その家内が亡くなったと、まあ病気で亡くなったと。で、まあ、今その寂しいっていうか寂しいっていうか、まあ、そういう思いを今してるわけですね。それでそんな時に、ある月命日のような時に、そのお墓参りというようなことを考えたついでに、そうだこの際ふるさとへ帰って、先祖のお墓も父や母の墓もあることだから、そういう先祖の墓へもお参りすると、そういう気持ちになったってわけです。の奥さんを通してですね。ところがさて行こうと思った時にですね、ただ汽車でスッと行くんじゃなくて、そうだ奥の細道歩いてうちに帰ってみようかと思ったと。いいことを思いついたんですね。それで、たまたま今の住まいは東京なので、東京から歩いて深川の芭蕉庵を出発点としてずっと歩いて今ここまで来たんだと。であと、まあ新潟の我が家までね、奥の星に辿っていきたいっていうんです。これなかなかいい話だなとふうに私は思ってるんですね。まあ、それが言うならば、女房に対する最大のっていうか最高の、まあ、供養っていうかな、そういうことじゃないのかなと、こういうふうに思ってるんですよ。こんな話でありまして、なるほどと思ったわけです。まあそのようなことは本当にたくさんありまして、月の歌を歌えなんてもいくらでもあるんですね。本当にどうしこうもあるのかと思うくらいあるんですね。そんなことであります。それから5番目に、ちょっとまあ時間が限られてますので急ぐわけですが、歌枕と言います。歌枕、これ歌枕っていうのはよく聞く言葉ですが、
この歌を読む時のこの基礎になるというか、ね、元になるというか、その時の月の名所のようなところを歌枕っていうんですね、古歌に古い歌によく読まれている名所であります。例えば信濃の国っていう歌がありますが、あの中に尋ねまほしき園原やってる場合じゃないですか。あの園原ってところはね、今どうだろう、うちが10軒もありますかね。本当にあの田舎のごくごく一乾村であります。一集落であります。集落、あの斜めの小さな部落です。そこが大変まあ有名というか歌枕のところとして有名なんですね。そのところさらに行き着いた山の裾のところにあるのが三坂神社というお宮でありまして、そこからあのこの今日も歩いてきたこの東山道の、まあ、そこから登り始めて三坂峠を越えて、美濃の国へ行くわけですが、その園原なんて言葉があの信濃の国の歌の中になぜ出てくるのかというのはそういう意味があるからであります。そして、そこにも書いてみましたが、有明とか園原とか、例えば安住に行くと有明ってとこがありまして、有明山っていう山がありますが、あれは信濃富士とかあるいは安住富士とこう呼ばれておりますが、安住の方へ行けばそうですね、北から言えば白馬岳とか、あるいは五竜だとか鹿島だとか爺ヶ岳とか、もう名だたる山々がねずらりと並んでるわけですね。本当にずらりとあって、槍穂高、乗鞍っていうふうにね、素晴らしい山がいっぱいあるんですけどね、実は古い歌、日本の古い歌、古歌の中に白馬を歌った歌なんかただの一つもない、槍や穂高を歌った歌なんか一つもない。ところがね、それよりはるかに低い有明山を歌った歌は古歌からですね見ると一冊の本になるくらいある。それはなぜなのか、歌枕っていうことをバックに置くとよくわかると思いますね。そして有明山の前へ立つと、あの低い山で上にはね、アルプスのような草やなんか生えてるわけじゃないのに、後ろの高い山々を従えてるように見えてくる、そういう山の風格というか山容があるわけですね。そういうところがやっぱり選ばれているわけですから、このオバステの場合もそういうところがある。そのことはまたその下で扱うときに見たいと思いますので、ここでは省略しますね。そのオバステっていうのはそういう歌枕の地なんですね。だからこそ古来大宮人がっていうようなことを言いたくなるっていうのはそこにあるんですね。そこでこのオバステと鬼老伝説っていうようなものに触れてみたいと思いますね。今日も道々歩いてくると、この看板というか案内なんかにね、鬼老伝説のオバステなんて鬼老なんてことを使った立て札も見ました。こんなところまで使ってんだなと思いながら見てきましたが、鬼というのは捨てるってことですね。老人を捨てるってことです。で、この実はオバステっていう地域は名前は何もここのね、ものだけじゃないんです。日本中にあるんですよ。私の方の隣村の小谷村へ行ってもオバステってとこある、ね、そしてどこでもその年寄りになると捨てるっていうかね、そういうその風習っていうか伝説を持ってるんですね。だから決してそのここが何て言うんですかね、代表選手では決してないんですが、しかし年月が経つうちにですね、どういうわけか知らないが、他のオバステはみんな消えてなくなるようになっていって、ここだけがオバステとしても全国一有名な場所になってるんですね。これ不思議なくらいもうダントツで有名になってる場所ですね。2位3位4位5位がなくてっていうような感じですね。で、このオバステっていうのは大和物語とか、そういうはるかな古い時代のものからもありまして、
江戸時代はそこらのものじゃない、それよりはるかに古い時代からのものでありますが、まあ、ソロのに取材した有名な奈良山武士行という小説がありまして、この小説は、まあ、中編小説ですが、大変、まあ、優れた内容のものでありますね。深沢七郎という人です、作者。この深沢って人も面白い人で、中学校もろくに出てない人ですよ。で、日本の文壇とかそういうところとは全くお付き合いしない。で、どこ行くにももう泥の長靴入っているのが精一杯で、そして、テニス少しやったり、ギターをやってるんですね。そしてなんかそういう仲間に入って全国土佐回りみたいなことを若い子からやってた人ですよ。そんな人でありながら、どこでどうやってそういう文学勉強をしたのかね、極めてこの奇跡的な世界だと思いますが、そこからこれ私の書いたものできませんが、一部をですね、ちょっと朗読してみます。その方が早いと思います。ちょっとそれ小さい字で恐縮ですが、見てください。主人公はね、どうもこっちの方なんですね、ふもとは感じですが、おりんというばあさんですね、おりん。そしてその息子が達平というんですね、達平。この二人が登場するんですけれども、読みますね。おりんは非常に、おりんというばあさんはね、気丈な人なんですよ。70になってもね、ばあさんらしくないっていうかね、元気な人なんです。元気っていうかね、私今まあ方々歩いてところが飛び回ってるんですが、ついこの頃ね、これ本当にまた余計な話ですよね、八坂村っていうところありますよ。まあ、村中回っても平らなとこ一つもないっていうのは村ですけれども、その村はね、本当に違う面で見ると本当に素晴らしい、そういう村なんですけれども、例えばお祭りの時、神楽殿というかお宮の舞台なんかで芝居なんかやりますね。その時に施設として回り舞台ってのあるでしょ。その回り舞台がね、八坂村っていう山の中の村なんで、そこに5つもあるんですよ、周りみたいなのっていうのが。他にね、この近代にはありません。大塚はさすがでありましてね、この度調べてみたら大塚村って小さい村ですよ、人口2000人ぐらいですよ。そこなのにね、周り舞台が13もあるんですよ、あったんですよ。で、今動いてるのは3つだそうです。これはね、大したそういうことにかける情熱っていうかね、素晴らしいわけですが、さて、おりんはずっと前から奈良山参りに行く気構えをしていたと。山へ行ってくる、山へ行って座るむしろ、山の上へ行って、捨てられたっていうか、その置かれて座る時のこのむしろなどは3年も前から作っておいたのである。おりんは誰も見ていないのを見すますと、火打ち石を握った。口を開いて上下の前歯を火打ち石でガッカと叩いた。丈夫な歯を叩いて壊そうとするのだった。奈良山前に行く時は達平の生体に乗って、そういうことも言いますね、乗って歯の抜けた綺麗な年寄りになって行きたかった。おばあさんらしくなって奈良山へ行きたいと。綺麗な歯でおばあさんらしくないってことです。そして石垣に、ね、こっちから飛べてぶつかってね、歯を痛めたりしてますよ、ね、こっそりと歯の欠けるように火打ち石で叩いて壊そうとしていた。目をつむって石臼の角にガンと歯をぶつけた。口が飛んでいってしまったと思うほどしびれた。おりんは70になった正月にはすぐに行くつもりだった。おば捨ての鬼郎伝説に層を得た深沢七郎の奈良山武士行はこんな形で語られていく。民話風な物語でおりんという老婆が主人公で、息子が達平。昭和30年衝撃的なデビューを果たし、政宗白書をして人生永遠の書の一つとして新読したと言わしめた。
本当に心から読んだと。一種異様な絶望の中に引きずり込まれるような感動に襲われるのである。おりんは常不断、わしが山へ行くときはきっと雪が降るぞと言っていた。いよいよその日がやってきて、登っても登ってもならぬ木ばかりが続いた道を、達平は前へ前へと手を振るおりんを追って頂上に着く。死んだばかりの人や骸骨がそこにもここにも転がっている。おりんは背板から降りて腰に当てていたむしろを岩陰に敷く。そしておりんは包みから結びを一つ取り出してむしろの上に置き、包みを背板に結びつけようとする。まあ達平のおやつに死守ってわけですよ。自分を背負ってきたらね、帰り疲れたろうっていうことで今捨てられる老婆が宇宙出るときに用意してきているわけですね。達平は背板を奪い取るようにして包みを後ろの上に置く。そんなね、おふくろさんの作った娘が持って帰れるわけがない。帯の代わりに縄を締めていたおりんはすっくと立って達平の体を今来た方に向かわせ、おりんの手は達平の手を固く握りしめた。それから達平の背をトンと押した。達平は後ろを振り向いてはならない山の誓いに従って歩き出した。大粒の涙をボロボロ落としながら下った。この山へ行った時はね、途中で振り向いてはいけない。一旦うちへ帰るように言ったらそのまま帰らなきゃいけない。振り向いちゃいけないという、まあ、山の決まりがあるっていうんですね。ところがある程度下ってきた時に雪が降ってきた。達平は山の掟を吹き飛んで雪が降ってきたと話したおふくろさんと話し合いたかったのである。本当に雪が降ったなとせめて一言だけ言いたくて、柱のように禁断の道を駆け上った。おりんはむしろを覆うようにしていたが、前髪にも胸にも膝にも雪が積もっていて、白狐のように一点を見つめながら念仏を唱えていた。達平はおりんに向かって雪が降ってきたことを3回叫ぶ。それは呪文と祈りと愛と山の神への感謝と、さまざまな情念とは一緒くたになって、真実迫真の力を持って奈良山の空に表したのであると。まあこんな私勝手なこと書いてるんですが、その次のところは原文そのままの数行、十数行をですね読みます。達平は大きな声で、おっか雪が降ってきたよ。おりんは静かに手を出して達平のように方に振り振った。それは帰れ帰れと言っているようである。こっち来ちゃいけないって言うわけですね。おっか寒いだろうな。おりんは頭を何回も横に振った。そしてこのままおっかは眠ってしまうだろうと思った。おっか雪が降って運がいいな。その後山へ行く日という歌の文句を付け加えた。おりんは頭を上下に動かしながら動かしてうなずきながら達平の声のする方に手を出して帰れ帰れと振った。達平はおっか本当に雪が降ったなと叫び終わると、ダットのようにかけて山を下った。山の掟を破ったことを誰かに知られやしないかと飛び通しに山を下った、というまあ、あれ小説の最後の部分なんですね。でこのところでその雪が降ってきたってところだけを抜き出してその真ん中のところに入れておきましたが、最初に言ったのはおっか雪が降ってきたよ、2番目におっか雪が降って運がいいなと、3回目におっか本当に雪が降ったなってこういうふうに言ってるわけです、まあ、同じことを3回言ってるんですね。ここはまあこの小説のまあハイライトっていうかね、だと思います。まあ事実はともかくとして、事実っていうかね、ともかくっていうよりもね、この
実際のところはこの小笠手山に捨てられた年寄りは一人もいないんですね。それは全く伝説に過ぎない。まあ、どうぞご安心くださいなんて言うてもないからそんなふうに言うとかえってそのなんていうか味気ないものになっちゃっていけませんが、あのね、山へ捨てに行ったなんて話は全くそれを作り話なんですね。そういう伝説なの。まあ、考えてみればおふくろさんなり、ね、じいさんなりをねしょって山へ捨てに行ってくるなんていうことを道理がないというふうに思いますし、まあそう言われれば当然のことです。まあそれはそのともかくとして、まあそんな小説がこの奈良山武士行というのなんですね。本当はあの短編ですからさっと読めますが、まあそんなものです。まあ小笠手を考える上でいい参考資料かと思いますね。さて下へ行きましょうね。この場所と小笠手に絞って考えてみます。場所は気候分をね北の隅を頂点として、いくつか書いてる、5つ書いてるその一つが更科の気候です。大変短いものですけれども、その時の更科の科って字はこの字を使ってるんですね。今よく使う、よくっていうか糸辺の旧というあの字ではないんですね。それがいけないとかいいとかっていう話じゃないんですよ。まあ場所をそこにしているということです。で、ここへ来たのはいつかって言いますと、上京、それ帝京と呼ばないで上京と呼びますね。上京5年という年です。1688年、8月の11日から8月末にかけての旅行であります。名古屋の方を出発して、中津川の方へ来て、そして、木曽を通って、塩尻に入りまして、郷原村へ、そういう宿坊を通って松本へ行き、刈谷原峠を越えて、刈谷原という宿場に出、間の宿へ出、それから太刀峠という峠を越えて西城へ出ますね。そして青柳という宿場、木、その次が尾身の宿場ですね。そして猿ヶ番場を越えて、まあ、時代によって違いますが、この頃の話は、猿ヶ番場を越えて、中原へ降りる、桑原を通る、そして、稲荷山へ出る、こういうコースですね。で、場所はまあついでって言えばなんですが、善光寺も行くわけですね。そして折り返してまた篠ノ井からは社へ向かいます。そして上田、上沢、薄井峠を越えて江戸へ帰りますそして全体の旅行記の中では前半をやや詳しく、後半は実にあっさりと書いてあります。そして、翌年春早々に江戸を出発して奥の細道に向かいます。まあ芭蕉って人は日本文学の、まあ誰しもが認める最高峰と言ってもいい方でありますね。俳句をやるやらないなんてことは別として、およそ日本の文化とか文学とか思想というようなものを考える上で、知りたい上で、場所を一度も読まないっていうなんてことではわからないってことですね。それほど場所っていうのは日本人に深い影響を与えておりますし、外国でもたくさん読んでる人が多い、そういう人であります。でその場所はわずか54歳で亡くなるんですが、若いですね。その時に亡くなるんですが、生涯をね本当にもう歩きに歩いてる人なんですよ。で私つくづく思うんですが、芭蕉は一体いつねそういう作品を書いたり推敲したり清書したり、いろんなそういうことをやったんだろうと思う。あんなに歩いていればですよ、例えば奥の細道だってあれ長いでしょ、
あれだけやって大垣ついて 2,3 日そこにいただけですぐ次はどこ行ってくる伊勢行ってるんですよ。伊勢行くったって歩いていくわけですからね。そして伊勢からすぐ折り返して鈴鹿峠を越えて京竜行き、京竜からすぐまた大阪の方行ってくる。そして大阪の何でね亡くなるんですけれども、そして遺言で、大津の吉中、木曽義仲のお墓のある自陣寺っていうお墓に葬ってくれっていうのが遺言でありますが、その晩直ちに、遺言通り淀川を遡って十津川へ入り、大津の自陣寺へ運ばれているわけですけど、今で言っても自陣寺へ行けば木曽義仲のお墓と芭蕉のお墓は並んで立ってますね。で、この8月11日から8月末ですけれども、この空品紀行の期間はね、その時に、芭蕉はちょっと計算違いというか、この月を見たくて来てるわけですが、考えてみたらちょっと急がないとこれは時間が足りないぞってことに気がつくんですね。で今から察するにいつどこでなんてことは書いてないからはっきりしたことは言えませんが、察するに中津川あたりからはね、まあ言えば今の言葉で言えば急ピッチでね歩かないと間に合わないだろうと、ね、今夜に間に合わないだろうということに気がつくんですね。で平均1日10里ってことは40キロ、1日10里歩くってことはそう珍しくはありません。昔はそう珍しくはないけれども、やっぱり1日10里をね毎日歩くってことは大変なことです。今ね普通はこの、まあ、ここにおられる方が失礼なんですが、1日に、ね、20キロ歩きさっさと歩くっていうのは平気なんて人はそうおられないと思います。今1日15キロ歩いてもちょっと大変っていうくらいになりますよ。昔の人は朝大体早いんです。殿様だって宿場を出るときはね、宿場を出るときは殿様だって5時には出るんですよ。5時、朝5時早い。だから川の殿さんなんて3000人も従えてるんですよ。とても一つの宿場なんか泊まりきりとはない。だから近郊近在の農家へ先発隊はもう前もってきていろんな手分けをしてどこへ何人どこへ何人ってことを調べていかないと止まりきれないわけですが、そういう先発隊の苦労ってのは大変なことなんですが、どこの宿場見たって長野県の宿場、信濃の宿場見たって1000人も泊まれるところなんかありませんよ。500人も泊まれれば上々の上っていうところでしょ。だからもう近郊近在そこら中へ泊まっていくわけです。その時になるんですけれども、で3000人の大部隊が移動するなんてことは本当に容易じゃない。で川だってね結構な橋があったわけじゃありませんから、例えばそこに丹波島の橋なんて有名ですけど、今でこそそうだけど丹波島に橋ができたのは明治二十何年になってやっとできたんですよ。だから今から100年前まではこう渡し船だったんです。あの渡し船を馬もたくさんいる、重いカゴもある、そういうものもみんな滞りなく渡すなんてことはもう容易なことじゃない。そういう時代の話でありますが、のでねもう本当に大変なんですが、もうこれもちょっと、あれですが、雨が降るとね川止めになるんですよ。やっぱ船なんか 出せないでしょ、危なくて。それの川止めって言うんです。ところが篠ノ井の方から丹波島側で来たと、そして長野の方へ行きたいと、もうおじさんが死にそうだったのはね来る、しかし渡れないっていう時にどうするかっていうと川上に遡るんです。少し登ったとか小市とかあります。小市にも立派な渡し場があるんですが、そこの方が狭いのでね、なんとか渡れたこともあったが渡れないケースがあったり、どうしても渡りたい時どうしたと思います。なんとね久米津橋まで遡ったんですよ。丹波島から久米津まで大変ですよ距離で。久米津ってとこはこれも信濃郡の歌にあるでしょ、
心している久米地橋とかってあるじゃないですか。あそこはああいう川であってもね、橋があったもんですから激流にこうかかってた。そこまで遡って危険を犯して橋を渡って、またずっと長野まで折り返して行ってるわけですよ。こんな話もありますよ。長野でおじさんが死んだ、その死んだおじさんを追って、ただでさえ人を掘るなんてことは容易じゃありませんが、死んだ人を掘るなんてのは本当に大変だしね。掘ってで、ね、坂北に青柳っていうところがありますね、宿場に。そこまでね、善光寺からで、ね、万馬を越えてですよ、掘ってきたっていう話を聞いたことがありますよ。まあ、それしかやりようがなかったからって言えばそれもあるんだけども、本当に大変だと思います。そういう、まあ、時代の話ですね。芭蕉の更科紀行の冒頭の部分をちょっと載せてきました。原文ですね、と読んでみます。更科の里、おばすて山の月見んことしきりに進むる秋風の、つまり更科っていうところのおばすての月を見たいと、そういう思いがこのしきりに自分の心の中にあると、そういう進むる秋風の、これは今で言うのは昔の夏といっても今暦が一月違いますからね、ちょうど今の季節、心に吹き騒ぎて、そういう気持ちがムラムラと心に起きて、共に風雲の情を狂わす者また一人、越人という、越人というまあ弟子です。この越後の出身ですが、名古屋に住んでまして、この弟子を連れて来るわけですね。風雲の情、そういう風雲の情のよくわかる話し相手のよくわかる自分の弟子の一人越人を伴ってくるという。木曽路は山深く、道坂しく、険しく、旅での力も心もとなしと、駆け石がぬぼくをして送らす。駆け石というのは、これ名古屋の、金持ちの人です。これも俳句の弟子です。その弟子が自分の先生を心配してですね、どうもいくらでもこのね、基礎を通って善光寺の方までなんてことは大変だと思うって言って、自分の、うちの店の小僧というかね、そういう人を一人、お付きとして付かせてくる、荷物を持たせたりいろいろしてくれるわけです。そんな風にして出発をしています。もう一回言います。更科の里、おばすて山の月見んことしきりに進むる秋風の、心に吹き騒ぎと共に不遇の情を狂わす者また一人、別人という。木曽路は山深く、道坂しく、旅根の力も心もとなしと、駆け石がぬぼくをして送らす。そしてそのずっと来る途中にですね、一番下の欄、横書きのとこ見てください。一行で長く書いてあるので、それを読んでみます。左のページからですよ。いいです、こっちからです。いいですか。一番下の欄、横書きの一番下のですね、とてもってとこありますね。とても紛れたる月影の、月影ってのは影、ちょっと影ってことを知らないといけませんがね、影ってのはいろいろあるんですね。月影って何ですかね。月の裏側じゃないね、今見たくも見えない。影もいろいろあって、例えばこうやればこれ影が映るでしょ。その影って字はこの影じゃなくて、小里編の小字を書いてますね、影。ところで山へ、例えばわらび取り行ったとします。そしたら、だから向こうに人らしきものを見たってなった時にね、人影が見えたっていいじゃないですか。あの人影って何ですかね。あの影が見えたんじゃないと思いますよ。人の姿っていうのは意味じゃないですか。人の姿っていうのは意味で影ってことを使うんですね。ところでさっきもちょっと言うの、月影のワルツっていう月影って何なの、星影のワルツって何なの、あるいは春光老の花の絵に、先ほどもあそこでオカリナなんかやってくれた方ね、やってこう心が休まったんですが、
おられますね。あの中にあるじゃないですか。なんだっけ、松が月の、なんだっけ、千代の松が分け入れし、昔の光、今いずことかってね、あるでしょ。あの時のああいう月ね、月影って何ですか。それは月の光っていう意味なんですね、光。だから本当にこういうものの影っていう意味もあれば、姿っていう意味もあれば、光っていう意味もあれば、この場合は光っていう意味。だからこれ、紛れたる月影の壁の破れより、壁の破れ、壁の破れより、このままぐれに差し入れて、お月様の光がですね、差し入れて、下の音、下ってのは鳴子のこと。今、鳴子なんて使いませんが、昔はスズメなんて脅かすためにね、こっちで綱引っ張ると、パタパタ鳴ったって言って、いや、そういう、そういうの鳴子、下と言っても下。鹿を越えって書いてある。鹿を越えってあるんですね。場所のある頃、鹿がいた。で、鹿を追ったりしていたんだね。今はこういう呼ばせてる鹿いますかね。いっぱい田のところに電線張っていますが、あれは何向けですかね。イノシシかね。ちょっとこの辺の人は言いませんか。あれ、これイノシシ、鹿はいないかね。鹿もいます。あ、いますか。鹿を音っていうね、こういうことをこの中に入れてる。これは今、サラセナ気候の真ん中辺の部分ですよ。鹿をこれ、折々に聞こえると、誠に悲しき秋の心をここに尽くせるという、こう名文ですね。とても紛れたる月影の壁の破れより、このままこれに差し入れて、下の音、鹿を越え、ところどころに聞こえてる、誠に悲しき秋の心をここに尽くせる、こう言って、まあ、場所はいるわけであります。そのほか、まあ、ある坊さんのような人と一緒になったとか、まあ、いろんな話がありまして、時間がないから、もうそれしか、あとは省略です。次、もう一つ、さらしなおばすて月の弁という短文があるんですね、場所に。これも上京5年のものです。それを読むと、こういうことが書いてあります。あるいはしらら吹き上げと菊に打ち誘われて、このしらら吹き上げっていうのはね、紀伊の国っていうから今の和歌山県ですね。和歌山県の月の名所なんですね。月の名所、その名所も見てるんだろうと思う。そのような思いに誘われて、今年上捨ての月見ことしきりなりければ上捨ての月をぜひ見たいもんだ、そういう気持ちが強くなって、8月11日、美濃の国を立ち、岐阜県ですね。どこを出発したのかなんて、一生懸命で研究している人もいますが、今もってわからない。どこが出発点かってことはわからない。類推の域を出ない。道遠く、引かず少なければ、調べてみると、バス停までは遠いと。しかし、日数はないと。ので、夜に入れて草に、暮れに草枕すと、夜に入れてっていうのはもう暗いうちに宿を出発したってこういう意味ですね。そして暮れに草枕すっていうのはもう夕方暗くなってから、ね、宿にまた着いた、そのくらいに歩いて飛ばして急いだってこういう意味なんですね。まあそんな風にして場所は歩いた、思うにたがわず、それが無事成功というかして、予定通りということですね。人の世、さらしらの里に至る。ここへ着いた。そして山は八幡という里より一里ばかり南に、あの八幡の宮あたりを想像すればいいですね。そこから一里ばかりその南の方だと。まあそうですね。それで山は西南に横折り伏して凄まじゅう高くあらずというか、そんなにアルプスのようにね、厳しくそびえ立っている山ではない。そうですね。ここからも見えるじゃないですか。あの上石に立つとよく見えますよ。その山がね。今日も途中で何回も見えました。あの山だから、でっかい上にブナの木生えてるくらいでね、そんな
北アルプスやなんかとはわけが違う。だから西南に横折り伏して凄まじゅう高くあらず、角角式岩なども見えず、ね、山の上って岩だらけっていう山いっぱいありますけども、そういう岩も見えない、ただ哀れ深き山の姿なり、気のせいかその山を見てるとなんとなくね、哀れが深いと置いてるわけですね。そして慰め返しといい意見も断り知られて古今集に、まあ、この芭蕉の文章ってのはいろんなものをうんと省略してまして、そのバックに深い古典の造形があるわけです。そういうことをこう想像できないと本当はよくわからないわけですが、この場合には古今集の我が心慰め返すさらしない和捨山に照る月を見てっていうのは歌が背景にあるわけです。そういうことを思って慰め返すという意見も断り知られて、そぞろに悲しきに何故に老いたる人を捨てたんと思うに、糸と涙落ちそいければ、どんな理由があってで年寄りを捨ててきたらなんかというふうに思うと大変切ないことなんだがなという話。そして面影は一人なく月の玉という俳句を作っている。その時に面影はってのもあるんですね。でどっちが正しいとかっていう問題じゃありませんよ。場所に限らずですけどね、例えば枯れ枝にカラスの止まりけり秋の暮れっていう場所の有名な俳句がありますね。その句は8つもあるんですよ。で一番最初にできた句のことを初句っていう、最初の句を初句っていうんですね。これよしこれでもいいとふうに決めた句のことを成功の成と書いて成句っていうんですね。で芭蕉にはね、一の句の句を何回も作り直しているのでいくつも出てくるわけです。で方々に芭蕉の碑がたくさんありまして、実は長野県にね芭蕉句碑が300もあるんですよ。これはもう長野県で断然一番目なんです。2位3位がなくて4位が群馬県ってそのくらいです。ソロドー新州には芭蕉の句碑がある。で芭蕉の句碑があるって言っても観光のために作ったのですが一つもありませんよ。今は観光目的なんてのの方が多い。今道祖神なんかで安曇野行けば方々で立つけど、みんな観光が目的ですね。あるいはお土産なんか目的。今石屋さんなんかで道祖神作ってあって店並べてあって、工務店がどっかの家を作ればそのお祝いに道祖神買ってきて、はいプレゼントなんて、そういう時代になっちゃった。だから本来の道祖神信仰が底辺にあってできるもんじゃないのでダメになっちゃったね。そういうわけわからなくなっちゃった。まあ ごたみそというかね、そんな風になってきちゃったんですよね。ここで芭蕉は慰め返し意見と断り知られて、そぞろに悲しきに何目に老いたる人を捨てたなんと思う。でそこに鵜飼石というね大きな石があるわけですが、ね、そこから見えるわけですが、あれがさっき森本さんいい伊能忠相があれを測量した時は高さ約10軒の1軒は1メートル80だから10軒だから18メートルちょっとってことですね。なんてことも書いてます。私では自分の本で言いませんが、さらせなことも書いたので思っていますが、この表紙にこれ突破して見えますね。これは小笠山で、この大きさまで。これがその奪いし、ここにおばあさんが一人います。これ切り絵なんです。これは腕文生って川上村出身の。聞こえません。マイクを持たないと聞こえません。川上村出身の有名な切り絵作家でね、素晴らしい名作だと思いますけど、私これをお借りして表紙にしたんですが、いいあれだと思いますね。鵜飼石に登って、この
善光寺平を眺めるってことはもう昔からどのくらい人がいたかわからないですね、まあ、そういう場所であります。なおその今の深沢七郎小説の下のところにこれも横書きですけど、小林一さんにこういう俳句があって、これなかなかいいなと思いますね。おバス停はあれに候と悲しいため、バス停ってどこかなって言って訪ねた人にかかしがですね、あれですよって言って教えてくれたって言ったの。悲しいってのはかかしのことです。おバス停はあれに候と悲しいため、七番に出てくる一茶のですね、まあ、一茶って人は本当にあの、なんか場所も真似ができない、武装も真似ができない、一茶独自の世界っていうのを打ち立てた人ですね。今度あの長野県カルチャーで今場所やっぱり武装のことやってるんですね。一人ずつ交代でやれって言うんで、私にも何か一番最後だったのに何かやれとかって言われて、なんて言ったりしますかねって言って、まあ、先生決めてくださいって言うから、そうだねって言って、まあ、一茶として場所にもあらず武装にもあらず副題をつけてですね、場所にもあらず武装にもあらずでもどうですかって言ったら、カルチャーセンターでそれはいい題だって言うんで、そういう題でやることになりました。まあ、それはともかくですが、今日は、ラジオでは4時45分くらいになると、そろそろその低い方がね月の出がっていうふうなことを言っておりまして、先ほどお伺いすればここでは5時10分くらいかな、ね、があそこでこういう話です。今日途中歩いてきますと、もうカメラを持った人たちがあちこち見られて、だんだん今も全然うろうろしてますから増えてるんだと思うんですね。初めは我々の行列取りに来たのかなと思ってそれはとんでもついでに撮っただけの話で、実際はこれから出るお月様を撮りたくて、そしてついでにまあこのね、稲田の景観を撮ろうと、こういうことだろうと思いますね。そんな風にして、いう姿をよく見ました。これからいろんな催し物があるということですが、さっきも話ありましたが、なんかススキと団子っていうのは月見の一番こう似合うというかね、まあ、確かこのススキってのは似合いますね。ついでに言うとススキってのは秋の七草ってことご存知ですか。これはね、私昔の人の素晴らしい発想だと思いますね。今の人にね秋の七草選べなんていうとね、こういうの選ばないですね。これ今花の仲間じゃないくらい考えてる今はね。そしてクズの花ね、ツルクスがやたらに伸びてくるじゃないですか。あの花もクズも秋の七草ですよ。あの山道歩く時にね、上から風でも吹こうもんだらね、この匂いは何の匂いかっていうぐらいいい匂いですよ。クズの花の匂いは素晴らしい。ああいうのを昔の人はね秋の七草にしてる。昔の人の発想の方が今よりもはるかに豊かというのはね、そういうことなんですね。あとまた今日本当に楽しいここで、まあ、まさに一等席ですね。思います。まあ山口さん、そのくらい矢田さん、そのくらいに聞きたい、ね、あと今ないから、この辺にやめた方が後ですよ、はい、あとのお茶の人、はい、それじゃあ一応これで終わります。ここに並びましたが、これ私が買ってあるものですって、私のもんだものですから、もう格安にしてあります。はい、どうぞ。
次へお進みください。先生ありがとうございました。まあいろいろと時間も月の出る時間変えられないもんですから、なんか特別あれですかね、先生にここで聞いておきたいようなことございますか。一人だけ。じゃあ上野さん。すいません、筑摩市から来ました荻原と申しますが、はいはい、私もこっちへ来てまだそんなに時間経ってないので、ね、今回月初めてなんで、はい、非常に興味あるんですが。そうですね。先ほどの場所がなんとか間に合ったと、日にちは間に合ってここへ着いたんだと思うんですが、先生、あの場所はこう我々と同じように月が見れたんでしょうか。と思います。あ、そうですね、うん、まあ、それは誰もがねそういうふうに思ってますね。この文章から言ってもね、いろいろから言ってもどこにも残念ながらということは書いてあります、ね。菅井真澄もそうだったようですね。まあ、そんなもんです。ありがとうございました。じゃあ、中谷先生、それでね、5時頃演奏が終わって、若干まだ月が残ってこなければ、先生もまだその時におられますので、また質問とお受けいたしますので、よろしくお願いします。それで今日うちの副会長の高村さんからさっき情報をいただいたんですが、インターネットで調べたら中秋の名月と満月が一緒になるってのは8年ぶりらしいですね。でこの先もう相当あとにならなければこういう巡り合わせがない、それに今日こんなにいい天気だということで本当に堪能していただきたいと思います。